内海俊勝ラブ&ピース同じ空の下から。 This program was brought to you by 株式会社ハマデン、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、 EM 生活、 PCI ジャパン。電気工事を通じ建物に命を吹き込む、それが私たちの使命です。各施設から一般家庭まで電気工事のことはお任せください。 044-223-8616 暮らしを明るくする株式会社浜電。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、EM 生活。PCI ジャパンでは、エグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞ、お気軽にお越しください。はい、こんにちは。はい、どうもこんにちは。一、うん、週間のご無沙汰。はい。ね、うん、もうだいぶ寒くなりましたね。そうですね。昨日も寒かったしね。そう、今日は。はい、今日は。すごいよ。はい。まあ、いつもね、お世話になったりしてますけど。はい、そうですね。鶴のラバーソウルってお店の。はい。まあ、マスターと言っていいか。まあ、今ミュージシャンで、うん、今日はミュージシャンとして来ていただいて、ね。はい。いえ。パウロ、鈴木さんが。パウロ、鈴木さん。奥様。そして、こんにちは。こんにちは。はい。奥様は女優さんですから。天野マリアさん。女優。ね、楽しいお話いっぱい聞けそうですね、はい、よろしくお願いいたします。まあ今後のね、今すごいあの売れてるものもあるらしいので、うん、はい、そういう話もいろいろ交えながら、交えながら、はい、じゃあ1曲目とりあえず聞いてみましょうか、うん、じゃあこれをちょっと紹介してください。ですね、はい、僕がやっているビートルースっていうバンド、うん、お店がね、鶴見のお店が29周年なんですけど、うん、バンドも29周年以上、じゃあ同時に始めたってこと。そうですね、その、まあ、そのお話もいろいろ長くなりますんで、あれですけど、まあ、アデンジャーライフというビートルズの有名な曲を、あの、ビートルズ音楽祭の時にジョージ・マーティンに褒めていただいて、うん、でその後、あの、まあ、いい気になって出した CD から、ちょっと聴いてみてください。はい、裏サイドも映ってますので、ああ、これ昨日予習しましたよね。裏役したんですけどデモテープが、ジョン・ジョンのデモテープがすごく良かったらしいんだよね。それでそのまま本当は出したかったんだけど、ビートルズだからっつんで取り直したんですよ。ジョンはいっぱいテープでね、いろいろ撮ってたみたいね。あのクラシックギターで、ガットギターで、なんかこれはある程度のアコースティックと少しピアノも入れてたみたいな、だからほぼ変わらない感じ。ビートルズもいろんなねパターンがあったからね、歴史でいろんなことが掘り起こされてきて、ついていけなくなってきてまあまあ、いくらリアルタイムでも知らない時あるからね本人も忘れてることいっぱいじゃないですか。まあ確かにそうだね、キャンドルの、まあ、思い出でも、ね、もう忘れる時期ですからね。
これはあのジョージ・マーティンがあの音楽祭でね、いらした時に、すごく感動してくれた。たまたまいいコンテストで2000バンドぐらい出て、勝ち抜いてって。2000バンド途中予選落っこちたりなんかしたんですけど。ビートルーズでやってたんですよ。ビートルーズで。その日はね、レッド・ゼッペリンと一緒で出来がね、その日によって違うバンドなんですけど。その日は 100%120% の。すごい。それはすごい。いい時だったんで、タイミング良かった。そうなんですよ。最初、ジョージ・マーティンさん全然知らない。僕らが衣装がサージェントの衣装で、したら鼻で笑ってる感じだったからね。でも演奏が始まったらこう、メガネをこう取り出す方で。で、終わる時に立ち上がって、だそうです。緊張しててよく覚えてないですよ。まあ、死ぬ。思い出だね、思い出だね。本人を見るわけにいかないもんな。それ何年前だ。96年ですからね。もうだいぶ。何年前。イギリス人計算できないんですよ。でもこれってさ、ビートルズと言っても分かんないかもしれない。そうそう。多分できるね。毎回ライブでもね、大好評なんですよね。でも毎回間違ってるけど、誰かがそう。こんなライブでやる曲じゃない。でもまあ早かったですよね。ビートルズも。まあこの頃もうすでにこういう曲やってて、これは何ならバンドだっけ？サージェント。サージェントね。だって日本に来た時リボルバー作り始めてたんですよ。リボルバー取り終わってきてる。取り終わってきてるんですよ。それだったらもうライブやる気ないよね。うん、そうですね。ああ、そうだよな。そのリボルバー作ってて、なんで俺たちまた4人でやんなきゃいけないって話になってきた。うん、そうですね。だから日本公演の演奏ってちょっと遅いじゃないですか。遅いね。あれリボルバーのノリですよね。ああ、ちょっとためがある感じだね。ドド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 ドあれやる気がないわけじゃないですかね。バンドの体質が あの状態で初期の曲をやるってのはそれ辛いものがある。内梅さんはあの時は何歳で、まだ中学3年かぐらい。それでもまあ高校行けないか。だからイヤホンで録音したけど、ものだから片っぽしきっくり。イヤホンで。で最初テレビで放映されたのはすごい良くなかったのよ。でも FM で聴いたら完璧だったのよ。これをキーボード系はね、キーボードこれはシンセサイザーから使ってる。僕がレコードに聞こえるものを一人で一生懸命細部して、一人でなんか三十何人のオーケストラのチェロが何本とか全部書いてあるんですよ。レコーディングセッションって書いてあるの。それを一人で三十何人も撮って、すごい。でビートルズもそうなんですけど、こう3つずらしてあるんですね。オーケストラのこの3つずらしてとか、これを3つずらしたのを1個にしてこの迫力なんですね。それもやりました。終了。あと40秒。あ、もう終了で大丈夫。あ、いいですか。切りがないです。はい、ありがとうございます。すごいね。すごい。これはエプスタインさんも感動しますわ。エプスタインもいいじゃん。ジョージ・マーティン。ジョージ・マーティン、はい、似てるけど似てないわ。似てねえか。似てねえ。似てねえ。あ、そうだ、そう思うよ、うん、でもないその時は大会かなんかで。そうです、ビートルズ音楽祭っていう。音楽祭、ね、それでレッド・セペリンを対バンにしながらだからもうすごい音楽祭でしたからね。ジャンルは別に関係なかったの。ジャンルはオリジナルの方もいっぱいいましたからね。ああ、そうなんですね。うん、コピーバンドの部分と、うん、まあでもすごいいい思い出です。それはどこでやったんですか。金沢だっけな。金沢、うん、違ってたら大変だな、うん、そうですね。2000これはビートルズ。これはでも名曲だよね。これ名曲です、うん、こうやってビートルズの中期後期のスタジオワーク時代をやるバンドをずっと、僕はあの鶴見のラバーソングね。なんかこれを作るのに苦労したもんね。そうなんですよ。これ一人で音源全部自分で作ったんですか。後ろのオーケストレーションみたいな。一人で鍵盤で全部弾いて。あ、そう、オーケストレーション一人で作ったんですね。でも、うん、パッと聞くと、うん、あれビートルズかなと思っちゃうよね。まあでもあの海外のファンクラブとか、うん、あのいろんな世界中で話題になって、うん、あ、そう、少し発音が悪いけど、まあ、プロフェッショナルだなって褒めていただきましたよ、うん、なんか
すごいなんか音域がすごい厚みを感じますね、うん、ダーンって元々ねプログレさんですかね、うん、プログレさんプログレさんビートルズからビートルズから始まったわけではないんだ。どうなんですかねこのあのいやいやあなたがさ僕はビートルズですよ、うん、あビートルズ最初は坂井真明さんですあ坂井さん坂井真明さん、まあ、グループサウンズですよ。あスパイダス子供の頃に。あそうそうなんです。子供の頃っていくつぐらい、幼稚園小学校幼稚園ですよ。岸さんそうなんですねえおませおもおもおもいやでも61年生まれだったらもう5、6歳ですからねかビートルズの来日は覚えてないです。覚えてない、あそうだよね覚えてないです。あ俺は中学3年ぐらいだった、ね、いいな一番いいなだから最初に買ったあの CD が CD じゃないレコードがね涙の乗車券ですよ。おだそれが出た頃が多分あの俺が好きになった頃だと思うよね、うんうんまあ、初めてプレイヤーってものをね、まあ、親父が買ってきてくれるとさ、うんうんまあ、最初に買ったの聞いたのはあのビリボン楽団のなぜか真夏にジングルベルだったプレイヤーで ねちっちゃいね、そう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 だからビートルズで始まってますよ、うん、あそうなんだ。で、たまたまこれ、うん、あのいろんな雑誌 の、うんうん、あのインタビューとかでもお答えするんですけど、サザエさんを毎週日曜日でしたっけ、うんはいはい、で某 T、うん、T 社ね、はいはい、某 T 社が、うん、あの日曜と東芝日曜劇場あれちゃった、うん、あの9時半と、なんか日曜日の時間って、コマーシャルが全部東芝さんなんですよね、うん、あそうだったのね。それで覚えてる、だってナショナルキッドっていう番組もあったけどあれナショナルだったからうまいそれでそれでたまたま お父さん子供たちみんなあの妹とか弟とかと一緒にテレビ見てたんですよ、うん、レッド・イット・ビーの映画の風切りで、うん、豪華ステレオボストンっていう、うんうん、4チャンネルステレオが昔出たあったね、そういうのね、その宣伝でレリピーって言いながら、うん、ボーンって映画のフィルムを挟んで、あったかな、あったような気もするな。それを聞いた瞬間に雷がバーン落ちて、そう、うん、お父さんにこれ何って言ったら、ビートルズって言うんだよって、うん、ああそう、プレスリーより上の音楽家だって教えてくれた。お父さんなかなか渋いこと言ってました。ちょうどプレスリーさんとかがあのハワイとかやったのかな。ちょっとハワイのプレスリーってあったね。衛星中継、でなんかでそれで、あそんな音楽家なんだと。でもね、その瞬間に教会音楽に聞こえたんですよ。ビートルズが。うん。レッド・イット・ビーがゴスペル、今で言うとゴスペル。ゴスペルっぽいから、ね。なんですけど、あのパイプオルガンっていうかそのオルガンのハモンドオルガンのとか教会音楽に聞こえて、でお母さんがあのたまたまこうクラシックの全集を買ってくれてて、あそうなんだ、それでバッハとかとか、あかぶってこれ好きかも、ビートルズ好きになって、もう次の日から大変ですよ、チャブ台に乗ってね、チャブ台に乗ってブルーコメッツの真似するわそれは違うからチャブ台に乗ってブルコメッツ、たまにひっくり返したのね、チャブ台ひっくり返して、なんかチャブ台の上に乗ってやってると親が喜ぶんですよね、お父さんお母さんが、お父さんお母さんは割と音楽好きだったのね、好きですよ、春日八郎とかですけどね、世代が、まあ時代的にそうだよね、だから、なんかハイトリ、ハイトトラックの車に入っているので聞くのが春日八郎と僕らドリフターズですよ。でもベースギターの音があの頃いい、ね、日本の有名なベーシストさんなんですが、お二人どちらかがベースの音が、岡澤さんとかすごいあのパチパチいうベース、ポールのサージェント・ペッターと同じようなベースの、ね、その辺がこう英才教育が親のなんかすごく、まあベースも やることになりますし、でもあれ、まあ、女性イメージは少し恵まれてたね。そうです、ね、音楽家族お坊ちゃまだったお坊ちゃまだったお坊ちゃまです自分で言うからと思ういやでもほんもあのあ貧乏なんだけどお坊ちゃまだった、守られて、まあでも音楽が家庭の中に溢れてたわけだよね。そうですね、だし昭和の音楽良かったじゃないですかね。昭和良かったよ ね、いい歌いっぱいありますよ。なるほど、ね、内海さんはほら、電球をマイクにして、まあね、ギターを弾いていたって、まあ、あのおふくろが急に入ってきたから死んだふりしてるあんた何やってるって言われたわけです、まあ、まあ、そういう時代だよね。そういう時代なんですよ、いいですね、ビートルズは衝撃で、もう次の日からギター始めて、あそう
でバンドを組んだのはいつ頃？中学校の1年生で組もうとして、メンバーは何？同級生とか、同級生で集めて、で僕以外全然できない子たちとか、まあみんな大変だそうだよね。まだバンドブームっていうほどでもなんか、あ、まあでも、うん、あれか、そうなんです。グループサウンズ流行ってたから、バンド自体は結構流行ってた時ですか、ね、もうグループサウンズ終わってる時期だと思うんですよ。71、2年ですからね。あ、そう、なるほど。うん、まあそれからというものは、ね、まあまあさっきね、あの、うん、なんだ、あのブリティッシュロックっていうかね、そうなんです、あのそういうのに、アートロック、あの頃いろんな呼び名があってさ、ね、ニューロックとかアートロックとか、ね、いろんな呼び方してましたけどね。なので、それでそういうのにだんだん目覚めてきたというか、そう、もうバンドやり、うん、やって、でたまたま先生、うん、全然リッキーさんがゲストに来たじゃないですか、うんうんうん、僕名古屋の生まれなんですよ、うん、名古屋系リバプール人なんですけど、うん、あの、うん、リボルバーじゃない、バッドボーイズさんが、うん、73年かな、レコード出して、うん、日本中回ってたんですよね、うん、で僕名古屋駅前の大きなレコード屋さんにいつも海賊版を買いに行ってたんですよ、うん、当時流行った、うん、でもなんかいつもと様子が違うんです、うん、何がアンプとかドラムが置いてあるんです、うん、で横にビートルズそっくりのレコードがいっぱい山積みになってるんですよ、あれと思ったらプロモーションだったんだ、ね、清水ひとしさんたちがわーっと出てきて、あーでポールって言われて、ひとしさんがおっ帰ってバレたり、そういうね、うん、たらバッドボーイからバン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 って始まって、目の前でバッドボーイズ、この距離ですよ、その今その庄司君の位置ぐらい、歌い出して、それがバッドボーイズ、初めて子供で生で聞いた、生で、後にキャバンクラブとかに入って、うん、リッキーさんが僕のプロデューサーについてくれた時、あ、そう、超感動、でもリッキーこの間来た時ね、うん、あの自分たちはビートルズ大好きだけど、うん、オリジナルいっぱいあったんで、うん、オリジナルやりたかったって言ってた、それがね合わなかったんだよって言ってた、わかります、わかります、だからあのバッドボーイズさんがこう愛知県、愛知公会堂かな、うん、に、いつもフェスティバルがあるとゲストで来られて、うん、演奏されるんですけど、最後の日に、うん、リッキーさんが、僕たち解散しますって、あ、そう、で、清水ひとしは、ひとしさんはオフコースに行きます、うん、そういう発言見たんですよね、オフコースに行くんだ、うん、あれとあっちのフォークじゃないのとか、ね、もう絡んでおられたみたいで、うんうん、全員ね合体するっていうお話もあったら、ね、あ、そうないとかね、うん、なんかそんなねいい時代です。ただそのやっぱり僕もそのあのオリジナルっていうのは、宇治梅さんもそう、もう大先輩そうなんですけど、僕もやりたい音楽が出てくるんで、やっぱりそうだよね、それあのビートルズのあと1年2年後か、ヤングミュージックショーっていう NHK であったね、洋楽の動くのが見れるうちの番組で、うん、あったね、小学校、あ、中学校かな、中学ぐらいだと思うけどね、そうなんです、水暴走で学校休んでるんですかかい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 夫人じゃなくてかい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 で、ただお昼の、うん、お昼のニュースなどかなんかに、うん、今日エマソン・レイク&パーマのロンドン公演やりますって言って、うん、ポンポンポンって、うん、出た3人の演奏してパンパンパンって打ったんですけど、あら今の人ベースで歌ってたよね、うんうんうん、で 見るんですよ、うんうん、そっからビートルズもう一個他のロックがあるって知るんですよ、ね、あ、なるほどね、それまではビートルズだけを聞いてたわけでもないと思うけど、聞いてもやっぱりカーペンターズとか、あ、そうだよね、その程度でした、あとはもう坂井真知明さん、あ、そうだよ、そんなそんなパウロがそうなんです、今度ねアルバムもすごい好評なようで、そうなんです、ね、3枚目まで今出てるんですけど、ね、出てて、難波博之先生と先生ともう10年ぐらい一緒にやってる、ほうほう、アルバム出したのが3年ぐらい前からですかね、うん、あ、そうですか、でそこれはそのアルバムですか、これそうです、どれだっけ、それだ、うん、ちょっと見せましょうよ、ね、それでいいです、これでいいです、これです、これが一番新しいので、あ、これが一番新しい、ここからですね、これリボルバーのパロディーですね、ジャケットはリボルバーパロディーなんですけど、中身はもう、うん、もうエマソネ&パーマン日本版目指して、
まあ、あの中にはビートルズをジャズと混ぜたよ、ね、うな、ん、後でおかけしますけど、うんうんうん、かけていただきますけど、うん、その中からですね、うん、あの、はい、これでいきましょうか。じゃレイク&パーマーのキース・エマーソン大先生が気に入ってくださった、うん、大化の改心っていうのですね、はい、聞いてみてください、ね。これ19の時に書いてる。19歳で書いてバンドでやって。渋い子ですね。渋い子だったんですね。一人で全部アレンジして、ちょっと歪んでますけどね。これは今 CD、 これは CD がいいですね。そうです。どれだ、これのバージョンはそっちで入ってる。うん、いや、いいですけど。うん、本当はこれ、これをかけてる。これじゃなくて、そっち。あ、そっちかけてる。そっちから3個抜いてます。あ、抜いてあるんだ。抜いてて、今日かけてる。こっちが大丈夫か。このジャケットが人気で、うん、あの、各音楽、アマゾンやディスクユニオさんとかで、まあいい成績。これは飾っといてもかっこいいですね。そうなんですよ。これはあの CD の方が特別にライブ会場で売るアイテムとして、レコード入ってないんですけど。あ、レコードは入ってない。レコードは入れてないです。高くなっちゃいますからね。これはあのお土産ですよね。お土産。これをまあでも一応ちゃんと1000円とか1000円で金かかってるからね。大変、すごいことになってるんですよ。ちゃんとメンバーの似顔絵になってます。あ、そういうことか。これナンバーさんで、僕の顔で。あ、そういうことなんで、うちの嫁さんもいます。うん、ね、似てる。じゃあこれいいと思います。ハロー鈴木とゴマワールドにナンバーさんが入ったってこと。そうです。もう長いこのバンド名でずっとやってます。もっと短いバンド名するから。これです。ね、かっこいい。ね。これ全部このサングラスすごくおしゃれじゃないですか。そこだけ色が付いてる。これトレードマークのいつもステージではめてる緑なんで、これは褒めてる。緑だ、緑だ。これはね、これはオレンジ。あれと思って、はい、終わりました。急にパッと終わりました。突然終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。大化の改心、うん、ジャケットがかっこいい、なんか歴史を思わせる、ね、あ、そうですね。あの大化の改、あの、うん、ELP のタルカスという曲を意識して、うん、タルカス、それで19歳の時、19歳で18歳の冬に書いて、すぐ、すごい、あの当時学生やその、うん、名古屋の音楽大会ね、うん、ヤマハの音楽大会が人気で、うん、なるほど、まあ、こういう音楽にだんだん傾倒していったっていうか、まあ、もちろんビートルズと並行して好きだったんだけど、そうなんですよ。もちろんずっとビートルズとこの ELP をずっと、うん、研究して、うん、もうあれですよ、学校から帰ってきたら4時半からご飯が出る7時、うん、8時までずっとビートルズと ELP とずっと練習してた。あ、そう、もう近所中、そうなの、ご迷惑かけちゃって、親の皆さんごめんなさい。急にお母さんなって、その頃知ってるんですか。もう母が、うん、菓子折りを持って謝りに行ったのよ。そう、君僕のお母さんじゃないですか。なっちゃった、急に入ってきちゃいましたね。いや、でもうちのお母さんが、うん、あの本当は裏の評判は違ってて、ええ、ちょっととクレイジーな息子さんですね。いい意味で。だけど、うん、そしたらお袋があの饅頭持って謝りに行って帰ってきて、うん、開口一番、人からクレイジーって言われるぐらいにやったら、うん、これであんた食えるわよ。あら、素晴らしいお母様。まあ、そういう理解の仕方もあったんだよね。後押ししてくれたんですね。まあ悔しかったんでしょうね。あ、お母ちゃんもお母ちゃんで。ああ、そうですか。そうなんですね。羨ましいですね。ね、ご自宅にでもシンセサイザーあったんですか。いや、あのオルガンとかはこう、うん、あの買って、ギターも自分で買って、うんうん、ね、もうひっくり、オルガン持ち上げてひっくり返したりとかしましたよ。そ、それはキスエマスの真似だけど、そこだけ真似。それはドカンとかやった。お腹で押してる。あれはあの、パッツドミノか。パッツドミノ。そうなんです。だからまあ、でもこれ、これ聞くとね、あの、
ちょっと、昨日ね、関わった人に見えるかもしれない、うん、聞こえるかもしれないですけど、でもやっぱビートルズも踏まえて、ちょっとアルバムに今回の3枚目の方でね、うん、気まぐれ娘って、あ、それも行きましょう。はい、ね、入れてみました。ジャズとビートルズを混ぜてみました。ちょっと聞いてみてください。はい。これジャズ界の藤沢雄二、うん、なんかさっきね、そうです、かなりピアノいいんですよ。うん、聞きちゃうね。いや、でも10個ぐらい取っていいとこ全部混ぜる。今もそうだもんね。あなたは気まぐれ、ちょっとハッピーエンドでしょ。わざとダブリングボーカルで、これ歌ってんのはそうですか、ね、僕いろんな声出すんで、ね、そうですね。これは普通。あ、これは普通。このキースってのはキース山さん。そうなんですよ。そう。メールどうしようか。メール言うとこないんじゃない。そうですね。そうです。やってください。これは何年頃です。これも85年か6年、コレクターズってバンドご存知ですか。ビートバンドのコレクターズ、加藤さん。あ、はいはいはい、彼がね、絶賛そうです、コレクターズ、有名なバンド、僕がまだアマチュアで名古屋から東京にジャムスタとかに演奏し、これ聞いて傑作って言って褒めてみましょう。何よこの曲って、でずっと隠してたんですけど、これちょっとキース・エマーソンとビートルズの中間にならないかって南波さんに相談してこうしたんです。南波さんとはどういう付き合ったんですか。いつからっていうか、ジョン・レノン・ミュージアム、その時に初めて、ジョン・レノン・ミュージアムに僕が常任審査員でいたじゃないですか、うん、それで宇宙海さんや佐伯健三さんや皆さん紹介していただいたんですけど、佐伯さんが「パウロさん南波さんいいんじゃないの?」って、ね、南波さんが来て、それで一緒になるようになった、うん、もうっていうか ELP、ね、お互いまあ意気投合したわけです。そうですよね、まあまあでももう大先生ですから。南波さんって前に なんかバンドやってたよね、金子マリーさんのバックバーニー。そうかそうか、バックバーニー、バックスバインって、そうです、今もまだちゃんとね、マリさんもね、いらっしゃる、そう、これ嫁さん歌ってって言ったの、大家のとこも歌ってたよね、あ、そう、え、これそう、これそう、ええ、コーラスでね、一瞬入ってたんです。そこだけ入るの。名前クレジットしてもらったの。ここにも出てるし、あ、そうか、ね、それは大きいですよね。すぐ分かったんだ。分かりました。30秒前なんて、はい。ウスカちゃん読んでいただけます。はい、私それおたろちゃんとちくろさんババッと読んで、で一番最後にちょっとこの間来てたのあるんで、読みたいと思います。じゃあ、あなた先読んで。福田さんとちくろさん、いっぺんに読んじゃう。うん。はい、いいですね。ね、気まぐれ娘。おいえ、ね、おいえ、おいえ。な、あ、覚えちゃう。覚えちゃいますね。ビートルズっぽくね。キャロルにもずっこけ娘。おかしい。ちょっと違います。今のよかった。メールいっちゃいます。はい。はい、キタロちゃん。はい。内海さん、みさん、こんにちは。キタロです。なんと本日のゲストは、うん、鶴見誇るラバーソウル、うん。ラバーソウルのオーナー。パウロ鈴木さんですね。そう、ライブハウスね。はい。はい。先日私の番組にも出演していただきありがとうございました。
そうでしたね。ビートルズの演奏をしたら日本一のビートルズ、そしてプログレッシブロックのゴマ、ジャンルの力、幅広い音楽性と感性を持っていて、とても羨ましい限りです。年齢も私と一緒なんですね。そうなんですよ。また、それなりの同級生、年齢なので、お互い体に気をつけて頑張っていきましょう。そして、鶴見ラバーソウルがもっと盛り上がり、鶴見も川崎に負けないぐらいの音楽の街になればと思ってます。ではでは。じゃあ、ちくろさんですか？ちくろさん。ねはいはい、ちくろさん、はい、まあ久しぶりですね、はいうんニューあのこれはまあ、ね、ニューアルバムが1曲か、はい、そのうち書きます、うんこんにちはちくろです、うん、実は今火曜日もうすぐ水曜日当たり前で、ね、またお仕事なんで前日に書いてます、うんうん、前日のチャド次の日検診だったから、うん、ワンステで帰らなきゃいけなかった残念でした、うんうん、あそうだねワンステップ珍しく帰りましたからね、うん、検査結果はまあ思った通りで、うん HbA1c ですか、うん、ヘモグロビン 1c が、うん、2ランク上がってしまい、うん、あららららわ、うん、かります何言ってるかわかんないけど俺、うん、血中アルコール濃度高いだろうなって思ってたけど案の定、うん血糖値はただ上がり、うん、ダダ上がりかダダ上がり、そんでもまだお薬出ないああ、うん、生活習慣を変えなきゃダメって先生なのに、うん先生なので、うん今はご飯控えめで頑張ってます、うんうん、アルバムはもう最初の曲の一挙手小説目から、内海さん、うんうん、細かいのは後ほど書きますわだって、うん、ネムネムやってきたので寝ます、うんね、おやすみなさい、うん、明日の夜が楽しみ、うん、放送拝聴させていただく予定です。よろしくでーす、うんうんじゃあブスカちゃん読んじゃおうかな、うん、いいですか、うん、はいウィスですブスカですリクエストはバースデー、うん、いよいよ明日50年前ですが1968年11月22日、うん、ビートルズのホワイトアルバムが発売されました。そうですね、うん、今日ビートルズのね、うん、博士がいるから面白いですね、うん、いよいよ明日あそれでアルバムの正式名はザ・ビートルズですが、うん、ジャケットが白一色のために、うん、ホワイトアルバムと呼ばれています、うんうん、90分ほどの収録でレコーディング中に8トラックのレコーダーが開発されたため、うん、4人一緒に収録する必要がなくなり、うん、事実バラバラで収録された曲も多く、ね、そのためソロの集合版などと揶揄されたりしました、うん、そうですか、うん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 つってますね、うん、はい。そうさっきねお話し出た、うん、ジョージ・マーティンが1枚にまとめられたらと提案しましたが、うん、メンバーが拒否して2枚組になりました。ジャケットはイギリスの画家とポール・マッカートニーで作ったらしいです、うん、ザ・ビートルズの文字とシリアルナンバーだけが表示されています、うんうん、リンゴ・スターがそのナンバー000011枚目だねそうですね1枚目、うん、何年か前には数千万円でオークションで落札されました。マニア若い番号を持っているというのを自慢しているようです、うん、なるほどね、うん、世間は広くそのホワイトアルバムだけを発売している、うんうん、お店も存在しています、うん、食っていけるんでしょうか、うんうん、あどうだかな、ね、国内発売のレコードの帯には確かにサーフィンミュージックからアバンギャルドまでと宣伝されていたような、すで、うんうん、に50周年記念のエディションが数万円で発売されていますが、うん、ポール・マッカートニーボンビーなオイラには手が出ません、うん、ホワイトアルバムから赤版青版例えて言うならオイラが財布の中はイエローサブマリンです、うん、沈みっぱなしってことないですかね。はい、うん、ですで読みましたかな全部、うん、ね、どうですか、ね、ビートルズの先生、ね、なかなか詳しいよね。詳しいですね。彼もまあ、まあ、ポールマニアといえばポールマニアなんだけど、うん、もう今皆さんすごいですから ね、 ねちょうどね明日、うん、明日やるんですよ。そうなんです、はい、そのさっき難波博之先生とですね難波博之がやってくる何いや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 ウィズパウロ鈴木みたいなイベント、うん、恵比寿で明日やるんですけど恵比寿なんていうところですか。恵比寿スタジオノアですね。スタジオノア18時から、ね、18時から、はい、ミニライブ僕と難波さんで、うん、難波さんはもちろんピアノ、うん、僕がヘフナーベースで、うん、2人だけでちょっと数曲やる、ま、でも基本は難波さんのインタビュー。なるほど。じゃあまあトーク&ライブって感じですね。そうなんですよ。ね、なんかちょっとまあ楽しみに。ビートルズとかまあプログレス好きな方でもね、そうです、まあ来れば楽しいかもしれない。難波さんや僕のね、あの応援してくださる方が多いので、うん、プログレファンもたくさんいらっしゃいます、ね、なるほど。やっぱりでもみんなビートルズからね、始まってる部分もねありますわね。まあ私の場合もそうでしたけど ね、まあ私は顔の黒の方ばっかりに言っちゃったことがあるんですけども、まあじゃあ
あるじゃあこれ次の曲 ね、はい、そうですね、それ次の曲はね、うん、プレイグラウンドってキセマソンのことをちょっと思って、うんうんうん、宮原芽生さんに詩を書いていただいて、はい、エリック・サティと今度、うん、あのロックをぶつけたような、うん、柔らかい静かな曲です。聴いてみてくださいまし、はいはい、宮原芽生さんってあの作詞家でレベッカとかあのともちろん女優さんであれシンガーシンガーソングライターさんみたいな人ですけど、丹波さんとか丹波さんと一緒に会ったことあるの、シロって鶴見司会司会館でラバーさんの隣の時もああそうかな、舘ひろしの泣かないで書いた、え泣かないでだっけ、そうです、の下の芽生さん、この下そうです、顔忘れるからさ、顔と名前が大体一致しない、まあ、あなたたちは分かんないけど、まあ、何回か会ってるからさ、スーパー美人様ですそうでしたっけ、これし南波さん、僕がこれも1985年に劇団の音楽作ってたんですよ、うん、で劇団の音楽のサウンドトラックに南波さんが単音シンセを設けて歌を、うん、その頃はまだムームシンセ代だから、南波さんはミニコルグっていう、あミニコルグね、使ってます、今も使っております、あそれでそれでやっておられて、うん、どこだ、暗いから暗いからね、見えないんだよいるのよ、わからない、あの帽子かぶってるお兄ちゃん、いたいたいた、お兄ちゃんおじさんか なのであのなんだあのこれはちょっと、あこれもでもこの頃ってキセマソンがちょっとお亡くなりになっちゃう頃、ああもう亡くなってはいない、これは亡くなった後に書いていただいたんですけど、もうでも大変な、見てられなかった、あそうなんです、それやっぱりもう大ちょっとだけねあの交流させていただいてたので、曲一曲あの今日は書けないですけど、うん、本当にキースが降臨して、うん、ラバソルに壁に鍵盤と指が現れて、こうやって曲を折って一曲落として一発で録音させてくれたり、亡くなる前に、あ前に亡くなる前に報道がやたら録音しに行ってたんですよ、だってこういうのだってさ、ま、この勢いで3枚作れるのがもう表なんか憑依でもなんかこの間も憑依して音楽とか作るんだよって誰か芸術のなんかまあ、一種そういう部分もあるかもしれない、またでも4枚目のやつほとんど作れてるノリが良くていいですね、南波さんがこれ作ったよ、そうピッポッパッポッ、あの横浜の観覧車をねイメージして、ポッ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 、これでもこういういろんなさっきの過激なプログレ、うん、ジャズ、うん、これはサティ、いろんなの混ぜて全部やっていいよって僕らプログレで、やっぱホワイトアルバムの影響がでかいと思います。僕最近気がついてる、あホワイトアルバムなんだなと思って。まあそうだね、ホワイトアルバムの幅は広いもんね。今ホワイトアルバムが一番好きです。好きです。俺も好きだね。俺やっぱあれとリボルバーが好きかな。あリボルバー。あれ最初の1枚目も好きだよ。リボルバーが始まりですもんね。うん、ある意味ね。でもラバーソウル。ラバーソウルよりも。リボルバーの方がなんかね、ハートには、ここには、金星には来たね。でもさ、ストラトの音がラバーソウルからだって昔、インタビュー撮った時におっしゃってましたよね。あ、そのことですか。大丈夫です。終了でいいです。ここからカラオケバージョンです。終わりです。あ、で次の曲を。あ、もう次の曲いきます。はい。次の曲に行きます。うん、一回き、もうフェードアウトで。うんうん、これ BGM にします、それともここで一回切って、まあ、あじゃあこれここで一回切ってで喋って、それで次の曲を BGM で、はいはいはい、うん、ずっと流しっぱで、はい、いきます、はい、優しい、うん、ね、すごい優しい、ね、プレイグラウンドサティなんか憑依した感じですね、そうですね、この作詞がラバーソウルのお店に手が出てきましたがそうなんですよ、そうなんです、不思議でしたね、だからやっぱりそれだけあの浸水してたっていうか気持ちがそっちに行ってたのかもしれない、そうなんです、知ら全然知らなくて、本当にたまたまですよね、うち僕が録音してる時に、うん、あの
あの天野マリアさん、ええ、奥様がお家で休んでる時に、うん、ポン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 って2階まで上がって探して、うん、戻ってた人がいる、それ泥棒さんじゃないですか外人っぽかったり多分ケースさんだったかなあ、うん、本当にでも不思議なことがいっぱいありました。でも本当に好きなんで、ビートルズも好き、キスさんとかグレッグレックさん大好きなんで、まあ、まあ、ビートルズ、ブログレーでキースエマーソン、ねすごい。ね、やっぱりどっちかというとキーボードに、あキーボードでね、キースエマーソンってね。そうです。あのだから自分がまあベースじゃ、うん、もうキーボードも弾いてたからね。そうで、ギターがうまく弾けなかったんだからね。アルバムではギター弾いてますけど、うんうんうん、じゃあね、今次の曲を聴きながらちょっとお話しながら、これはまさに奥様、これはちょっと、うん、奥様も一緒に歌ってくれて、さっきの、うん、奥様のために作った歌ですか、ね、そう、女優こと、喜怒哀楽の女優猫がいるんで、うちの猫に向けて歌う、あ、猫、うん、でその名もズバリタイトルは女優、奥さん言っとけばいいのにみたいな、そう、奥様のそうなんです、あ、いいですね、猫向け、うん、ああ、うん、お芝居の上手な女優、猫って女優じゃないですか、あ、なるほどね、あ、なんかね、尻尾をやりながら歩いてる感じ、うん、お家でもそうなんですか、尻尾つけてね違う店になっちゃう、ね、いいですね、まあ、でもいろんなね、いろんなことやってもいいって教えてくれたのはビートルズで、あ、確かに、あの、そう、俺もそれは思うよ、あの、ジャンル関係ない、関係ないんですよ、うん、なんかなんかいいと思えばそれでいいわけね、ラバーソウルのお店、僕音楽家になりたくて東京に出てきたんですけど、まあなぜかお店をやって、でも、うん、お店やることによっていろんな人の音楽を、うん、もう無理やり聴かなきゃいけないし、お世話しなきゃいけないし、まあそりゃそう、内海さんのお世話もしなきゃいけないんですけど、とんでもないことだね、辰巳もそうだ、北郎さんも、でもやっぱりそうなんだなと思うんです、僕らの田舎だと、うん、ね、あのキャロルやクールスって暴走族が聴く音楽だと思ったんですけど、そういうイメージが、ところが横浜に出てきたらキャロルはもう神様だし、結構感動したね、やっぱりビートルズ、でも俺らも基本的にはビートルズ世代ですからね、ですよね、だから A ちゃんにしてもジョニーにしてもやっぱりビートルズから始まったっていうのが、だから一緒ですよね、一緒です、そういう考えではね、もう時期はちょっと違えど本当に内海さんたち大先輩ですから、ね、とんでもないはずだよね、それで今もうアマゾンですごい売れてるらしいじゃないですか、まあ、このジャケットがね、うん、今ねファーストとセカンドが売り切れちゃって、ファーストがなんと10万円とかついちゃって、あら、すごいプレミアム、慌ててファーストとセカンド1個にして2枚組にして、ボーナス入れて、出し直してるんです。これはあのアナログなんですか？いや、これもあのちゃんとこれ分かりやすいようにちょっと今、これが中に入ってるっていうわけではない。あ、それいいですよね。そういうセットも作ろうと思ってるんですね。これは本当のファーストのジャケット、セカンドのジャケット。なるほど。ちょっとラジオの方には見えないですけど、ね、はいはい、おしゃれですね。なんかね、こう常にビートルズのレコードのパロディジャケット。これは何、あのラマウソーのホームページとかで。そうです、見れちゃったりするわけです、ね、そうですね、買えちゃったりもするんだよね、もうこれは売り切れてて、この形で売ってるんですよ、ね、あ、なるほど、この形で、でこれはこの大きいアナログ版みたいなやつは、これはプレゼントですか、いや、ライブ会場で売ってる、本当はプレゼント、プレゼントしてます、これはね、作ってない、あちらのサードアルバムの方のジャケットは、あのライブ会場で販売しました、これちょっとね大変なのでまだ売ってないですけど、まあ、でもこの大きいのもね、あの素敵だよ ね、 ね、まあ、僕らの時代レコードジャケットの店で、やだなっぴー、だってジャケ買いっていう時代でもあったしね、ジャケ買いまだ未だに狙ってるなっぴー、いいですよ、でもこれちゃんと撮影したんですよ、一平ちゃんっていうね、芽生さんの相棒が写真家ってグラフィックで大変だそうです、これ作るの、
大変だろう、ね、光の当て方から。あ、なるほどね。うまくこう、うん、角度もあるしね。二度とやりたくないね、言ってたね。それだけ価値のある食べ物取るとちょっと違う。そうなんですよこれでも、ね、ちゃんと高級なピンボール、あ、これだっけ、ビリヤード、ビリヤード、ビリヤード、うん、高級ビリヤード、うん、木ですよ、うん、ヤフオクで1000円でしたけどね。あ、そう落ちた。2つで1000円ですか。そうです。いやいや、全部ワンセット、ワンセットでしょ。ナンバー買いはできないです、ね、あ、割と安いんだ、ね、まあでも 1,2,3,4、うん、まあ7ぐらい、番号、番号、たまたまたまに番号が入ってるんで、うん、じゃあこれ1枚目2枚目の、うん、あ、そういう、あ、そういうことで、でこちらが月で、こちらが地球のイメージで、うんうん、月がいないと僕たち生きられない、うんうん、だからやっぱ友達とか宝だよっていうメッセージが僕から、勝手な、まあね、必要としてますからね楽しかった喋りすぎたな、ピー。いやいや、また来てくださいよ。でもちょっと足んないかな、ね、大丈夫です、うん、ね、またぜひ来てください。はい、ね、今日はパウロ鈴木さんと奥様にいらしてください。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、は動画撮らせてくださいね。え、今日はパウロ鈴木さんと奥様のね、はいはい、マリコさんに、マリアさん、マリアさん、天野マリアさん、天野マリアさんですね、お邪魔しました。はい、ね、楽しかった、楽しかったです。ちょっとね、話が足りなかったですね。かですか、だからまた来ていただいて、わー、また来るの、嬉しい、楽しみ、まあ、いろいろこういう話もまだ尽きないと思うので、はい、うん、ぜひ来ていただきたい、ね、引き出し多いですね、引き出し、引き出し、昔のとある、あれみたいな、いっぱい引き出しが、ね、薬箱みたいな、チャブ台で歌ってた仲間ですね。人生はホワイトアルバム、チャブ台聞いてる、人生はホワイトアルバム、わお、素敵、白いキャンパスにいっぱい書こう。あー、いいですね、いいこと言った。いや、そうです。またね、来れる日にちが来たらば、あの、告知します、ということで。これは今絶賛発売中ですか。そうです、ね、はい、ぜひ、あ、さっきのね、あれが一緒だ、こっちですね、はい、これはあのアナログ版ではないんですけど、宣伝用のお茶ですね。宣伝用のあれ、いいですね、お家に飾ってください。でも家に置きたい感じだよ、うん、ね、ぜひ楽しんでいただきたい、はい、明日は明日でまたやりますんで。そうですね、お願いします。はい、楽しみです。待ってきってね、また来ます。来るなっぴー。